ラジオネーム君人。最近僕は悩んでいることがあります。弟が僕の部屋に勝手に上がり込んでくるんです。学校から帰り部屋に入ると自分の部屋のように漫画を読んでいたり、友達を連れてきてプレステをやったりとやりたい放題です。しかも僕の洋服を持ち出したりします。いくら言っても聞かないので困ってます。弟が部屋に入ってこれない方法を教えてください。なんだろうね。これもいろんなパターンがあるんだけどね。仲が悪くなってもいいってなったらもうやり方いくらでもあるよね。もう入ってきた瞬間に関節一回決めるみたいな。おる。決めたらおる。ガンみたいな。これぐらいやらないとね。本当に嫌だったら。僕ね、小さい頃ね、兄弟喧嘩とかしてね、一番覚えてる痛かったことっていうのはね、鉛筆で刺された。これはね、痛かったね。びっくりしたね。肩ズボン刺された時は、びっくりしたね。あともう一つね、ほら、肩を叩くやつでさ、ゴルフボールが先についてるバネあるじゃない。ビョンビョンビョンってなるやつ。あれで頭割られた。うん。ガッバーンみたいな、パックリみたいなさ。で僕はそのまま、2階だったんだけど、相手を2階から落としたみたいな。よく生きてるなとか思うね、こうやって思うと。でもこれぐらいね、やらないとね、多分ね、舐めるからね。舐めてるよね、これ完全に。まあ、やり方はいっぱいあります。